ありがとう。なんだ、こんばんは、サイン受け取ってよ、メッセージありがとう。どうでしたか、拡散します、やめてくださいやめてください。こんにちは、初めてツーショット、お初めて来てくれるのこんな人に来てくれるのとかやめて、え待って、これでさ、みんなやっぱりリナの顔でやめようとかやめてよ鼻クリップねしてしてってしてたから、ちょっとリナの行くのやめようとかやめてよ。そうだな、10日からツーショット会、トーク会、握手会販売 第4次受付が始まるので、多分先着順な気がする。なので皆さんゲッツしてくださいゲッツしてください。みやちゃん歌う、嬉しい。あれなんか夏よ急げとか歌おうかなと思って、名古屋ガールズフェスティバルのやつ。気にしないでって言う方が無理、本当え気にしないで、まあ、これとか見てて、かわいい、タイのファンからありがとう、ドSの対応ありがとうございますしてないんだが、リーナ織姫様1年ぶりの再会ですね。あ今日再会したん、でもね今日曇りだからね再会できないよ、残念そう今日は曇りなので織姫さんと彦星さんは会えません、残念ながら。はい、どんなプレイなんや、どんなプレイ、花プレイそこでいいん、え花クリップってここじゃないの、普通ここじゃない、こんばんに、あら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 、ピアノリボンあれで大丈夫、あよかった、花クリップ来た、来ちゃった、リーナ組ありがとう。4時販売抽選、あそうなんだ、5時が先着かな、まあみんな先着と思って早めに購入しましょう。リナちゃんの握手券を購入しました、もっとたくさん会いに来てくれていいんだよ。日曜日の公演はリーちゃんから見て左側の5列目にいる、リーナから見て左側、あ了解多分気づく、何をしてんねん、花クリップですよ、可愛くなるために頑張ってるんです今、なんか鼻声、そりゃねそりゃねね、わかるよね、レッサーパンダみたい、可愛い、レッサーパンダ本当じゃあそんなレッサーパンダにね会えるイベントはこれぐらいしかないんじゃないですか、レッサーパンダとね近い距離で真正面で話せるのおすすめです。結婚しがけの10、しようかな、鼻クリップ阻止、阻止、鼻クリップはしますよ。チェキュートレカリーちゃん地引き、おおなんか言ってたね、ゆうねちゃんとリーナみたいな、まあなんか一人なんかねいたけど、朝のライブ、朝のあ、アイリさんのことアさんって呼んでんのもしかして楽しんでね、多分お前の返事見たら分かる、本当東京はバリバリに晴れてるから大丈夫、そうなんだ、ここも多分晴れてる、いつもは拡散希望なのにこれはダメとはどういうことだ、これは拡散希望じゃない、10期もいるの SKE、 いますよ私がその11期です、なんなら今12期生のオーディション始まってますよ、まあ、私全く状況知らないんですけど、あそういうこと、晴れてるってそういうことか、えでもなんか夜が曇るみたいならしいよ、会えなくなっちゃうかな、そこは風神様に風を飛ばしてもらう、飛ばしてくれんの、 STU3 期生、あそうなんだ、 STU さんは3期生なんだ、ノアちゃんが いたよね確か、七夕リーナ歌って、何七夕リーナってそんな曲あるの
七夕リーナなんて曲あるの。配信終わったら生誕グッズ持ち込む。配信終わったらね。そうだね、今、あ、そうです、今始まりました、私の生誕グッズ。 T シャツ、タオル、タオルなんてないか。T シャツ、アクキー、アクキーもない、なんかキーホルダー、トートバッグ、皆さん3点セット ×10 お待ちしてます。え、何してるんですか。まあその通り、あの花クリップです。もういっか。あ、でもいい感じじゃない。本当はこの先っちょにもしたいんだけどさ。うん、初見さん来たら絶対ビビって逃げる。あ、大丈夫大丈夫、逆に興味持つ。握手会でも花クリップしてくれれば追加します。嘘つかないでください、そんな簡単に。会いたい、会いに来てよ。鼻高くしてるの？鼻小さくして高くしてます。自己紹介して。はい、 SK48JK 研究生のりーちゃんこと杉本りーなです。14歳の9月22日生まれの大型乙女座ネズミ年です。あ、中学3年生です。サイリムカラーは赤ピンク白色の3色。ぜひ次やった時はこの3色を振って応援してくださると嬉しいです。フォロー、コメント、そして東海握手会ツーショット会に会いに来る、これは10日から第4次受付班始まるので、ぜひ10日からポチッと押しちゃってください。そして今さっきから私の生誕グッズが発売されました。やっぱりこういうのはスタートダッシュが大事なので、皆さん早めにゲットしてください。はい、私のお花クリップも終わりました。よろしくお願いします。眉毛見せてください。 なんでせっかく綺麗にしたのに。せっかく綺麗にしたのに。はい、終了。こんばんは。会いたい、ありがとうねん。会いに来てねん。短冊に願い事書いた。書いてないんですよね、まだ。まあこれから書きますよ。なんかね、今日は同じことを7回するといいらしい。6回じゃダメだし、8回でもダメ、7回しなきゃ意味がないらしい。だからそうだな、君の瞳に感電中を配信の後7回歌います。なんか同じ曲を歌わなきゃいけないらしくて、歌うとしたらね。なんで、まあ、配信終わった後に歌います。花クリップのまま明日劇場へ向かうのなら10セット買ってもいいです。え、花クリップのまま向かってるよいつも。じゃあまあいつもの分で、まあ、10×8 ぐらい必要ですかね。初見です、初見マークついてないですよ。僕の可愛いリナ、こんばんは。変なのが鼻についてるけど可愛い。変なのって言うな、花クリップ大事ですよ、私の相棒です。宣伝は今の使っていいの、使わないでください。入室してすぐこれだったから何があったのかなって。大丈夫です、気にしないでください。あ、なかったことに。りーちゃん今見てびっくりしてます。びっくりする、みんな絶対におかしい。本当鼻クリップ新規の人できるかな、鼻クリップ新規できるかな。今日で初めてね、鼻クリップのリーナが好きですとか言う人いる、もしかして。こんばんは、今からサウナ行ってきます。9日のウィーアーで会おう。立ちだけど、でも立ちだとね、メンバーと同じ目線だから割とレアですよ。十分可愛いんだから、ありがとう。今日もりーちゃんかわいい、ありがとう。自分スタートラッシュよりラストスパートは、うん、違う、スタートラッシュが大事。いや、どっちも大事なのよ。なんて書くの、それは内緒です。鼻クリップタイム終了しました。鼻クリップってそんな短時間でいいものなの。いや、本当は10分つけなきゃいけないんだけど、なんかね、これつけながら配信してたらもう完全に変な人すぎるからちょっとやめました。9日の幕張で初めて会いに行く。おお、初めてなんだ。もう会ってると思ってた。そうなんだ、それは楽しみだね。鼻高くなったね。どんなシャンも可愛い、ありがとう。最近ね、シャンってリーナのことを呼ぶ人がね2人になった。2人目できたんだよね、実は。短冊ありがとう。7回ポチる。あ、それ大事。リナの生誕グッズを7回ポチりましょう。まあ7回で、まあ調整してください。3、
1回目が3回あの3つ購入で、まあ、それをね7回続けたらいいんじゃないですか。しまった、鼻クリップタイムを見逃してしまった、それは残念ですね。まあ、これから私を押していけばまた見れますよ。りーちゃんの願い事叶えてあげます。叶えてくれんの本当は。りーなの願い事はとりあえず握手会完売ですね。はい、叶えてくれますか。あれらしいよ、なんかね探索ってね、なんか何々になりますようにとかじゃなくて断言する形がいいらしいよ。だから皆さんもあのりーなの握手会が完売します、しますって書いてください。10×8 ってあなた、うん、10×8 ですよ。トシの動画も使えないやん。さすがにちょっとあれはね、あれはちょっとね無理だ。鼻クリップと聞いて飛んできた。なんで鼻クリップと聞いて飛んでくんの。鼻クリップそんな大事だった？入室したらダメなルーム。ダメじゃないですよ、安全なルームです。待って、2人いるの死ぬ。そう、2人いるんだよ。リナびっくりした、シャンあれどっかで聞き覚えあるなって思って。劇場の集合写真クリップ付き、嫌です、絶対嫌です。兄ちゃん今日挨拶だけセーター T シャツ申し込めた、早っ。えトートバッグとかはいらないんですか？それは愛なくないですか？トートバッグも全部揃ってこそリーナ組なんですよ。ノアちゃん近々帰ってくる。えそうなの、会いたいんだけど普通に。ツーショット撮影会でカナクリップを希望する人いるかもよ、知らんけど、いないです。いないです。しまった、推しが元気で過ごせますようにって書いてしまったわ。大丈夫大丈夫、何個も書けばいい。リーちゃんレイは鼻クリップしてないとダメですか？まあそうですね。どっちでもどっちでもいいです。鼻クリップ新規のためにやはりスクショ拡散するかしないでください。スクショしてんの、まずしないでください。スクショさえダメですよ、あれはあのレアなんですよ。えそういうのってさ、自分の中で秘めときたいなって思わないの？思ってください、レアなんですよ。壁シャ鼻クリップ、壁シャつらい、壁シャ鼻クリップはつらい、さすがにつらい。ということで歌おうかな。今日そんなねめちゃくちゃ長くやるつもりはないんで、まあね、愛理さんとかのねライブもありますし、なんでもうちゃちゃっとババッとドロッとしちゃいますね。あさってのウィアー、立ち見の一番後ろ、立ち見なんか多いね。リラのあれ、リラのファンの方ちゃんと振ってくださいね。鼻クリップ見てしまってすまん。見てしまったか。生誕くじに鼻クリップありますか？ないです、余裕でないです。少し忘れちゃいました。それが正常です、他が異常です。彦星様と織姫様みたいに年に1回だけ会いに来る。なんで、なんで1回だけ、何回か見たことあるけどさ。それは本当に1回なの？君、判明写真と鼻クリップ写真は最近削除した帳目からも消しておかないと。消してください。え、もしかしてリナの写真撮ってんの？キョッピ押しなのにリナの写真撮ってんの？リナの写真撮ってたらもうそれは会いに来なきゃダメなんですよ。レアな写真は広めないとダメ。違う違う、レア側ダメですよ、そういう時は。歌ってくれるの歌ってあげますよ。壁写鼻クリップ卒業の時に笑える。卒業の時に、いや卒業の時に別に笑わなくていいです。笑わなくてもいいです。短冊どこにも置けなくてこけた。こけた？こけたの？大丈夫？短冊ってつらすもんじゃない、置くっていうか、まあ壁になんか適当にバーンって貼っとけばいいんじゃない。やっぱり日ごとの行いがな、何がだ、あみんなね、そうみんな日頃の行いが悪い。シャンのこと書きたいのに、どういうこと？鼻クリップのこと？え、シャンってなんだ？シャンのこと書きたい？どういうことだ？これなら鼻フックもできそう。鼻フック絶対嫌だ。座席の後列なら立ち見欲しいかも。欲しい？生誕くじの内容考えた。お
お楽しみにする。でもなんとなくこういうのがいいかなっていう案はある、自分の中でね。全く何も決まってないけど、ニジアス時代から知ってるのに会うのは初めてというね。それはダメだよ、ちゃんと会いに来ないと。今日一笑えることは本当じゃあつけてよっかなつけません、つけません。鼻クリップで歌って嫌です、絶対すぐ取れる。兄ちゃん歌う前から聞きたい、ありがとう、かわいいぞ、ありがとう。多分鼻クリップのリーナ見てたらね、違う感想が思い浮かんでたと思う。ということで歌おうかな。あれ、ちょっと歌うまい人アピールしとくわ。え、待って、嘘、前言撤回。歌うまい、うまいと見せかけタイムです。あ、オッケーオッケー、いけるいける、きっと。何から歌おうかな。服かわいい、服ほとんど見えてなかったけど服ほとんど見えてなかったけど、かわいいですか。服たまに着るやつです。お、黒い。本日の素子はどうしたらいい。あ、最後にスクショタイムで撮りますよ。3、2、1、入って。鼻クリップアイドルやだな、鼻クリップアイドルやだな。でも初めてかもしれん、全人類の中で鼻クリップアイドル初めてかも。でもリナね、もう一つついちゃってんのよ、あの教育系アイドルっていうのがファン教育系アイドルがついちゃってんですよ。リちゃんの歌うまい、ありがとう。そうだ、日曜の公演で初めてリナちゃんの劇場公演も初めてすぎん。いつ出会った、私たち多分1年以上経ってると思うんだけどさ、初めてすぎん。それはもう今まで会いに来なかった反省を込めてたくさん会いに来るべきです。来てください、りーちゃんの歌声好き、ありがとう。リップロール新規になりそうちょっと今日新規多いね、なんか特殊な新規が多いね。星が星になる、そう星が星になるのよ。歯の矯正は終わっても鼻クリップは終わらない、終わります。鼻クリップはきっと終わります。ファン育成系アイドル、そうなんですよ。杉本が欲しいなる、そうだね、杉本なんか私 NG ワードみたいです後で鼻クリップポーズいいですよ、別にポーズならね。こんばんは、仕事帰りで運転中だったので音だけ。あ、そうなのね。こんばんは。特待生、特待生出身者はみんな歌が今、まあ習ってたんだよね、そりゃ。結婚してかける1、逮捕です。鼻クリップに関連中、関連しないでください。鼻クリップに関連ってなかなかないと思うよ。まあ、金属系のね鼻クリップだったらまあありえるかもしれないけどようわからんわ。どうしよう、なんか喉鳴らしでちょっととりあえずさ、なんかカラオケのとこのさお気に入りみたいなやつ見るね。ちょっと接続します。充電が抜けない、え、マジあ、抜けた。カラオケで歌、あ、みんな聞こえる、え、これ聞こえなかったらどうしよう。え、そういえば、え、聞こえるよね、さすがに聞こえるよね。え、この言葉さえ聞こえてなかったら、あ、聞こえてる、よかったなんかたまにさ聞こえないラグあるからさ、よかったよかった。何がいいかな。あの頃の君を見つけた、高いか。え、全部高くない？そんなこと言ったら全部高くない？近所迷惑来てしまうじゃないかどうしよう。じゃあもうここは、あ、え、どうしよう、なんか戻れないんだけど、え、なんか夕立の前になっちゃった高いな、え、どうしよう。あれ、夏よ急げにしようかな、やっぱり急げになっちゃった夏よ急べ
オッケー。2番わかんないかも。2番わかんないかもだけど、まあ、あ、わかんないんだねって思っててください。リーナ星になることばかりになる。そうなんだよね。鼻クリップ穴クリと鼻クリップかけてんの。今の時期に穴クリはやばくない。好きになっちゃったわ。なくない。短冊ありがとう。スタバ高い。とりあえずビール的な選曲は斬新。何ビール的なって。ビール的な、何ビール的なはちょっとわかんないけど、え、喉鳴らしってこと。鼻クリップのリーナとマスクなしのキノコが同じぐらいの衝撃。同じにされちゃったもしかして。お箱後で。お箱ないんだよなリーナ。短冊ありがとう。歌聞きに戻ってきた。歌聞きにね、どこに行ってたんだろうね。京都から応援してます。こんばんは。こんばんは。京都からありがとうございます。はいはい。ああ。なんか音でかいかも。ああ。リーダーだっけこれ。マジ今あとの充電が 20% 今来る。結構いい感じのスタートダッシュ切ってたんだけどリーナ。今来ちゃった。ちょっと充電があと 20% え結構良かったんだけどな。結構ね頑張ってたんだけど。え、切れちゃった。切れちゃいました。こんばんは。サイリウムありがとう。え、固まってる今もしかして。え、固まってる。え、今のとこ、え、切れ、え、今は聞こえてる？あ、大丈夫。ちょっと 20% 残り 20% です。私充電が。おう、今来るか。だいぶね空気の読めない充電でしたね。面白すぎる本当。自分のところはまだ何もないで切れてしまった。え、リーナもそこで切れました。かなり計算された絶妙なタイミング。ちょっとね充電器空気読んでくれなかった。え。ああ、止まりました。止まりましたね。じゃあちょっとね、再開しますか。え、途中から多分流れるわ。じゃあ途中から。え、どっから。うん、待つように君との記憶まっさらなまま、新しい骨組みのできた海の家、完成する頃好きだと言えるかな。夏よ僕のため急いでくれ、青い海が待ちきれない。
行方を見つめてる君と出会う日々にどんな未来が行き交うのだろう。人は影少ないこの渚にぎわう頃にはロマンスがいっぱい。わかんない。夏よ夢よりも急いでくれ、風の向きは変わってきた、情熱の予感に僕の心は震え。え、わかんないわ。ちょっと黙っときます。私わかんないです。さあ空を見上げれば目を閉じるくらい雲の切れ間が眩しくて、夏よ僕のため急いでくれ、青い海が待ちきれない、太陽はそこまで盛り上がろうとやってきてる。君のことも気持ち胸の中高まってる、強い日差しがなきゃ恋は始まらないさま。2番は分かんなかった。分かんなかったです。あ、なんかもう次から私黙っとこうかな。分かんないとこと黙っときますね。なんかコメント読もうかな。じゃあなんかどんどん変な方向に行ってる気がする。都市伝説は信じる方ですか？そうですね、信じます。音符ありがとう。さあ次はどこで止まる？期待しないでください。オンリーワン、ありがとう。あなたは会いたかったを歌おうとします。予言してる、もしかして。歌おうとはしてないけど、あれ寂しかわかんないんだよね。会いたかった会いたかった会いたかった、イエスタンタンタンしかわかんない。あ、君に What's 次は What's。 頑張ってごめんね。わかんなかった。かまいい、ありがとう。パチパチありがとう。カラオケって歌詞表示しないの？いや歌詞はありますよ。歌詞はあるんだけど、歌詞はあるんだけど音程がわかんない。ちょっとさ、わかんないっていうか自信がないんですよ。ユニットで歌えるやつある？ないかも。あ、制服を脱ぎたくなってきた。それしかいけない。あとダチョウもいけるけどちょっと高いから多分無理。まあ劇場で楽しみにって感じ。あなたは何をしている？私は歌を歌っている。息をしている。生きてる。この間なんで怒っただけ、怒ったかだけ知りたすぎる。あれですよ、お見送りの時と、なんだっけな、水のないプールかなの時ですね。水のないプールの時はよそ見してたし、お見送りの時はしっかりね、他の人のとこでもニヤニヤしてたからです。そこで自分の歌にするという手もある。だいぶそれではリーナには難しいな。まあ14歳ってことでちょっと甘く見てください。さあそこはね、まあこれからです。制服を脱ぎたくなってきた。めちゃくちゃ神曲出てきた。そうなん？オタチェック厳しめ。いや、そりゃチェックしますよ。だってさ、こっちがさ、ファンさしたらさ、違う方向いてんだよ。なんでアイドルがさ、そらされてんのって感じじゃない？何を歌おうかな。え、リナ、名古屋ガールズフェスティバル何を歌ったっけ？
万歳ヴィーナス、あ、万歳ヴィーナスでいいじゃん万歳ヴィーナス、ないかもしれない、あったあったあった、ごめん、なんか一回多分リナ間違えて上にしちゃった、歌聞いた、もっと歌って、もっと歌います、よそ見禁止なのね、禁止ですよ、俺にも怒ってました、怒ってないですよ、プールに水がなかったらそれは怒るわね、そうですよ、プールに水がなかったら怒りますよ、新幹線アルファ X は想像を絶するスピードで走ります、俺の未来予測は絶対実現、もうすごい自信、その自信分けてください、待って、死ぬ、誰見てたんやろ、本当にシャン見てたと思ってたから心当たりなく、ごめんすぎ心当たりない、本当もうこれからですね、あなたも今日から、ちょっと読めないな、わかんないですお見送りはマジでちゃうやん、あの流れが悪い、いや悪くない悪くない、あれはニヤニヤしてんのがおかしくない、バラの儀式も聞きたい、それはリーナも歌いたいじゃあとりあえず万歳ヴィーナス、あ、これも2番知らんかも、まあわかっ、コメント読んでますああ、うん、ショッピングモールでレジに並んでる君を見かけた、カートはトイレペーパーだらけ、きっと安売りで買い込んだんだね、声かけようか素通りしようか、ちょっぴり危険級だね、それならテロップ 1番だけ歌うかもって書いてみたら、あ、そうした方がいい、1番だけ、今テロップ変える練習、1番のみ、あ、切れたねえ、ちょっとさ、うんって打とうとしたらさ、なんか携帯のなんかがさ上に上がっちゃってさ止まっちゃった、もうえ、これ流しときますあ、ちょっとが動かん、あ、OK、Yeah.
バンザイヴィナス。ありがとうございます。ますます、ありがとうございます。止まりましたが止まりましたが、ありがとうございます。パチパチ、ありがとう。ここも絶妙なタイミング。そうなのよね、変なの押した、押したっていうかね、上にしちゃったのよ。 iPhone だとなんか上にするとさ、画面録画とかさ、なんか光調節できたりとかするやん。あれがね出ちゃうとね、配信止まっちゃうのよ。トイレットペーパー買いに行くのを思い出しました。ありがとう、よかったね。代わりに歌っとくわ。あ、ぜひぜひ他のルームでね、代わりにリナの2番のとこだけね、ぜひ歌ってください。こんばんは、はじめまして。あ、杉本リナです、14歳です。あ、生誕グッズ発売されたのでぜひゲットしてください。 MV 好きやった、本当。2番踊ってたら分かんない、危機だ。充電器はあるんだけどね、あの iPhone のさ、やつ刺すとさ、充電できなくなっちゃうのよ。どっちかになっちゃうの。パチパチパチ、お上手、ありがとう。パチパチ、ありがとう。お見送り、キョピコとグータッチするお決まりの流れあんねん、許してね。なんでそんなの決まってるんですか。なぎさのイメージ。なぎさ、あるかな。テロップが動かんだそう。どういうこと？テロップが動かない？でもさっきさ、バラの儀式って言ってたから、それ先に歌うね。ちょっと喉が疲れてきた。喉が疲れました、私。水持ってくるべきだったね。新曲はあるかな？いや、ないですね。短冊ありがとう。歌えるかな。I'm not afraid to die.
イズムをエゴリズムって言っちゃった。間違えました。分かんなくなった。真実の、真実のじゃないもんね。真実、真実の、え、分かんなくなっちゃった。分かんないや、分かんないです。ありがとうございました。分かんなくなっちゃった。無理せずゆっくり、ありがとう。バラの儀式好きすぎるのかまい、演奏好きなのよ。ミラーボールありがとう。いいね、ありがとう。バラ歌えるのリーちゃんギャップ。本当リーナね、割とね、声歌う時の声がそんな高くないと自分で勝手に思ってるからさ。あ、ちょっと一回抜くね。充電できたかな。ちょっとリーナの充電が多分ピンチなんだよね。そうそう、あ、そう、さっきの続きね。そう、割と歌う時の声が低いと勝手に思ってるから。だからね、そう、あの割と低い音域の方が歌いやすい。あ、今日無理に早く帰ってきてよかった。それはよかった。音割れも回避してて、らい、そう、ちゃんと学びましたから私。パチパチありがとう。配信見に来てよかった。よかったね、感動します。ありがとう。めっちゃ間違ったけど。ありがとう。七夕短冊ありがとう。バラの儀式の衣装も好き。可愛いよね、あれ。可愛いというか綺麗。パチパチありがとう。フォローありがとうございます。素晴らしい、ありがとう。こういう曲がイメージがぴったり合ってていいね。本当リーナ、リーナそういう曲のイメージ。やっぱ歌うまい。ありがとうね。真実の差し込むと、そう、なんか虫いた気がする。鼻クリップに感電中ポーズ、何それ。もう普通に感電中でいいでしょ。この前のどっかでニューエイジャー一緒に歌おうな。いいよ。いいよ別に。声低い、声かわいいかな。七夕だね。ありがとうね。なんか最初からの流れがね全然違かった。いきなり七夕だねって。そうですね、た、ま、七夕ですね。え、ちょっとさ、君の瞳に感電中歌いたいんだけど。カラオケがないっていうね。カラオケがない、ナッシング、どうしよう。あ、なんか適当に歌う。え、歌詞ちょうだい、歌詞ちょうだい。リナわかんない。アカペラでいく。アカペラしかなくない、だってね、ないもん。カラオケね、ないもん。え、ないよね、きっとない。ちょっと待って、だって昨日調べたらなかったもん。今日はあるとかある。やっぱないわ。もう一個の端末で流しちゃダメなの。え、ダメじゃない、ダメな気がする。呼び方は君かんでいい、君かん、
キミカン？わかんない、キミカン？なんかキミカンってなんかダサくない？え？わかんない、普通にリーナ呼ぶときは君の瞳に感電中って言うけど。カラスのハッピーは YouTube でも人気のあるハシブドガラス、なんだそれは。ハシブドガラスってなんだ。え、ちょっとみんな歌詞ちょうだいよ。すね長くて雨歌って、あ、すねながら多分あれだね、5時したね。すねながら多分ねカラオケないんだよね。まあ別にいいけど、え、歌詞がわかんないかも。え、すねながら雨ってないよね、あるっけ。あ、やっぱないわ、すねながらないんですよ。歌詞書いてくれたらいいよ。歌詞書いてくれなかったら無理です。疲れた、なんかね、お腹がお腹空いてる今。リーナ風に誘われるみたいに飛び乗った。不器用だよ。あ、後でね。え、なんか悲しいな、 BGM ないと。え、アカペラで行くの？なんか最初のなんかギターみたいなやつ。でで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 走るえのでん。ちょっと待って、ちょっと気になるコメントがあった。カラスはリーナちゃんより頭がいいとか言ってんだけどさ。え、おかしくない？だって私英語できるんですよ。カラス英語できないでしょ。私の方が頭いいです。はい。一人きりになりたかったから海へ行こうと誘っ思っただけさ、小説一冊持って時偶然出会った幼馴染よ。ない、その次の歌詞がない。なぜどっち。え、なんかさ、まとめておくれんね。なんか一つ一つ見てるとね、めっちゃコメント飛ばしちゃうのよ。日曜に劇場で聞くわ。もしかしてヒロ あると思ってます？まあ思ってるならまあそのままでいいと思いますけど、まあはい、まあ、私からは 何も言いませんけど、そう、はい。そうなんですね、みんなあると思ってるんですね。みんなバラバラに書くからどれが正解か分かんなくなる。それは思った、自分もなんか思った。思った。今日は20時まで配信、そんな長くはやんないつもりです。30分に終わります。リボンダチョウが一番好き。本当？本物だ、本物ですよ。え、これをカラオケで歌うのが夢です。自分の歌をねカラオケで歌うのが夢ですね。歌詞カードないの？持ってない。いや別に事前に用意してなかったから特に歌うつもりなかったし。じゃあなんかなんとなくでいい？間違えてたらごめんって感じ。ごめんなさいってことで、なんとなくで、ね、最初からね。てて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 、あ、歌詞ありがとうございました。あ、あるやつは歌おうかな、じゃあそれ見て。てててて、て風に誘われるみたいに飛びのおた海岸線を走るえのでん、一人きりになりたかったから海へ行こうと思っただけさ、小説一冊持て時偶然出会った幼馴染よ。なぜだ急に綺麗になったよね、君の瞳に感電中、まるで火花が散るようにこの胸が焼
とした恋はエレキテルビリビリ感じる理屈じゃないんだ思考回路に雷が落ちた Baby テレテチャラ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 あと何待ってわかんない何もか何も準備してなかった夏の午後君に会えるなんて奇跡さ一人きりになりたかった二人きり二人きりになりたかったからあれさっきのやつじゃないこれえちょっと待って何も準備してなかった夏の午後君に会えるなんて奇跡さどうしてたって懐かしそうにじっと見つめるその眼差し僕は何を求めるその後が全く分かんないもうちょっとこの後はめちゃくちゃ教えてほしい一文字分からんえその後はなんだあもう彼氏はできたかもう彼氏はできたか聞けるわけない世間話で終わってしまっても君の瞳にあー乾電池じゃないよなんか充電みたいになったよねわかんないえ自分が歌ったのに忘れちゃった君の瞳にあ君の心は涙充電中あそれだ君の心は涙充電中ずっと忘れていたのにどうしてこんなに切ないの恋のバッテリーどれだけ残ってるいつかの片思いここで別れちゃ続きもないさ Baby この後何ねね夢を何あとがない見ててもか夢を見ててもしょうがないあとがない何のスイッチ切る何のスイッチ切るんですか夢のスイッチ何のスイッチを切るのハートスイッチかハートスイッチ切るしかないでしょうまさか今さら感電するなんてそう思っても見なかったんだ愛しさがどこからかロモ電柱君の瞳にあー感電中まるで火花が散るようにこの胸がショートした恋はエレキテルビリビリ感じる理屈じゃないんだ思考回路に雷が落ちた Baby てんてんつてん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 終わりましたねこんな感じですかボロボロでしたが自分の歌割り忘れたらもう私は終わりですねやばいやばい歌詞ありがとうございましたとりあえず日曜日の公演は行く了解ですフォローありがとうございますボロボロでしたがチーム E の公開稽古からだと時間が空くのでどうしようか悩み中カフェとかでも行ったらいいんじゃないですかそういえば生誕グッズは月曜日からの発注あそうなんだ生誕グッズ皆さんゲットしてくださいね初めましての方もぜひぜひ
あ、本当にデザインね、あの普段着できるんで、ぜひチェックしてみてください。杉本リーナ生誕祭、生誕グッズ、祭はダメだ、生誕グッズって。30分で終わりか、残念。よっしゃ、くるみんと被らない。心の声漏れてますよ。バラの果実あるかな、わからない。うまいじゃん、ありがとう。あー素敵。え、そう、え、あーでしょ、あのなんだっけ、ないんだ、思考回路に雷が落ちた、ベイビー、あの、あーね、めっちゃ練習したのリーナめっちゃその CD のやつ撮るときにめっちゃ練習して、でマジで上手くなったで、なんかそれを聞いてくれてる人にもめっちゃ褒められたんよね14歳でこれ上手くなっていいのみたいな上達しました私。あ、間違えた、月曜日は4時販売なんだね。あ、そう ですね、10日から4時販売始まります。ゆくあわでランクインするだろうけど、15周年でも切れるかな。ランクインする、本当にしてよみんな。だってさ、 YouTube の再生回数見ててもそんなないんだよ。みんなの力が必要です。聞いてください。オンリーワン、一緒にカラオケ来てる気分。そうなの一緒に来てるみんな、もしかしてあと、ありがとう、ほんと素敵な曲もらえてね。え、大好きよリーナ。兄ちゃんが昭和の女に見えてしまった。ういいじゃん、昭和の歌だからこれいいじゃん。君の瞳に感電中のリーナちゃんのソロバージョン欲しい。歌いたいわリーナもT シャツ10とトートバッグキーホルダーでいいんでしたっけ。 T シャツ10、トートバッグ10、キーホルダー10ですねドキのところ好き。ドキ、あれリーナあんま好きじゃない、あそこあそこの自分のね声あんま好きじゃないよね。ああ可愛いのでメールの着信音にしてもいいですか。やめた方がいいと思います、多分ね、キモがられますああを多分着信音にするとキモがられるのでやめた方がいいと思います。前髪パッツン好き、よかった素敵、ありがとう。今回の握手会も来てくれますかちなみに生誕グッズも今発売されましたので、ぜひチェックしてください。妹との共同制作。そもそも乾電池は YouTube にない。え、あるよ、君の瞳に乾電池 SK48 で調べたら公式が上げてますよ。あるんですよそれが。昭和生まれの14歳、レアキャラですね私。配信より鼻低くなってきた、やばい確かに確かにそう、 YouTube にある、そうあるよ。ということで、なんか砂ながらって言ってたけど、砂ながらは歌詞がないので歌えませんね。じゃあ何を歌おう、あと何個ぐらい、2個ぐらい、あどうしようかな、私の喉もそろそろ限界なんでどうしようかな、あ、不器用太陽って言った、不器用太陽も、え、歌えるかな、え、あ、あ、そうだ、マイク付きイヤホンつけてなかったわ、ちょっと待ってみん、携帯がめっちゃ熱いんだけど、なんでだ、そんな容量食ってる、はい、あ、今ハマったねお姉ちゃんの。9月はちょっとわからないけど、10月はいけるように調整中、ありがとう。え、なんかログかった、なんでだろう、待ってます。七夕ありがとう、あれはパレオの MV ばかり見てたんで。だから何ですか、だから何なんですか、歌いながら歌詞を送ると追いつけない、そうだよな。花クリップの歌ないですね。 MV あるといい、そうね MV ね、今 PC の方で再生回数増やしてる。え、大丈夫、リーナもね再生回数多分50ぐらいリーナが増やしてるみんな負けないでくださいよ、みんなが50回ちゃんと聞けば絶対もっと再生回数いってますよ。あ、1番だけいきます。強きものよ、マシンガー Z、 それは分からん、マシンガー Z は分からんけど、強きものよ、え、 SK の強きものは分かります。
スファルトの熱で街はのぼせて、みんなスローモーション、君の自転車がゆっくり近づく、ワンピースの花が風に舞い上がってキュンとさせるよ。僕たちは何か始まるのかな。好きなのに知り合って長すぎる。海へ行きたいって君が言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に星すぎ以下の話をしている。夜行バスが通り過ぎた瞬間、何気なく君をかばう。僕は不器用だよ、ただ君のそばで照らしてるだけだ。この何できやしない消極体よ、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり熱いだけだ。好きだけど好きすぎて、これ以上近づけない。コメント読んでますね。あれ一緒なの、強気者一緒なんですか。え、そうなんだ。歌おうかな。でも高いんだよな。再生回数伸ばすの伸ばしますよ、それ。かわいい、ありがとう。いい曲ですね。今日もかわいい、ありがとう。イーボうまいんだよな、ほんと好き、ありがとう。この歌声聞きに行くために握手会とか来てもいいんですよ。そこだけ歌うの愛おしい。
そう変な趣味してますね。江の島行った、おお、聖地巡礼ですごいじゃん行ったことないんだよな、リーナは。7月9日行きます、よろしく、よろしく。そう言ってね、リーナの尊い、ありがとう、パチパチ、うま、ありがとう握手会で歌ってくるのいいですよ、別に。握手会、握手会はどうだろう、まあ別に握手しながら歌ってもいいならいいけどうん、そうだね。まあトーク会をおすすめしますね、私は。何の歌い得んなん、得意なん、わかんないけど、私はしんみり系の方が得意です。江ノ島、え、江ノ島、あ、江ノ島か、江ノ電にさ引っ張られたわ江ノ島ね、変な趣味してるのも知ってるでしょ。うん、知ってますよ。何の歌得意なの、あ、さっき読んだね、しんみりですね。強制してるのによくきなこ餅食べれたな、本当にそう本当にそう。だからリーナはあんまり強制してるうちに食べ物系の企画はねやりたくなかったんですけど、でもやっぱり食べたいんで食べましたやっぱりね、美味しそうだったんで、てか美味しかったし、めちゃくちゃマジでもう一回食べたい。え、でもなんかやっぱりね、1位のやつがあの後ね食べたんだけど、めっちゃ美味しい、本当に。りーちゃん可愛すぎてる、しまった、会いに来なきゃじゃあ何ですか、なんて言ったっけ、強き者よ、いや高い気がする、まあ頑張る。熱い、歌うと熱い、ヒントに気づかないみんなが、え、どういうこと、え、待って待って待って、ちょっと待って、充電切れそう、もしかして、ちょっと一旦切れるね やば、あと 1% だったんだけど充電危な、危ないじゃん、危な、じゃあ20分になったら20分になったら歌おうかな、危な、危ないじゃん、 1% はやばい。ということでバームクーヘン食べますやばいじゃん、危なかったなんかラグいなって思ったんだよね、よかった気づいて、危なかったね、やばいやばい、大丈夫やったん、大丈夫でしたよ、この通り。めっちゃバームクーヘン美味しそう、いただいちゃいます、これは知り合いからいただきました、あれじゃあいただくとしますか、なんかめちゃくちゃ柔らかくてさ取れちゃう、いただきます、うん、やばい、やばい、めちゃくちゃ美味しいんだけどふ歯の矯正ってあとどれくらいとかってあるの？リーナは9月には終わりたいねって話してます、だからこの時は終わってると思います、ギリギリやな、そうなんですよ、短冊ありがとう、ギリギリ生きてるりーちゃんかっけーかっけーちょっとねギリギリになっちゃうんですよ、
現役アイドルでもある、もしかして可愛さ 100% やのに充電は 0%、 0% は嘘だ、 1%。 かりんとうまんじゅうって結構硬いよね。歯大丈夫？気合で。好きだったら食べたいよそりゃ。うん、美味しいね、美味しい。こんばんは。あん、あんはしません本日の宿題はバームクーヘンと鼻クリップを拡散です。嘘です。デマ流さないでください。美味しそうに食べるリーナちゃん見られてこっちも幸せ。よかった。美味しいと言われた食レ、うまいと言われた食レポ、え、うまいと言われたリーナ、リーナ食レポうまいと言われたの？誰に誰に。前半めちゃくちゃいい切り抜きだったのに鼻クリップで NG でした。 NG です。会いたい、会いに来てよ。伊藤美希さんをお姉ちゃんって呼んでますか？いや、美希さんって呼んでます。もう一個食べちゃおうかな。これは多分ね、美味しそうすぎて虫がたかってきちゃうから、虫が来る前に食べないと。え、ちょっと柔らかすぎるよこのね、上の砂糖がやばい、やばいよ上の砂糖が。いただきます。うん、これ冷やして食べたいリーナ。あと2個あるんで2個は冷やして食べます。うん、やばい、病みつき病みつきめっちゃ美味しい、いいですね。うまって言って、うまっ糸美希さんには今でもワンニーナって言われてる。そうですね、晩ご飯がバームクーヘン、違います。夜ご飯また別ですよ。この後なんですよね、しかもおやつの後に。大須の時に食レポうまいって言われてなかった？え、そうなの？兄ちゃんはダイエット意識してるの？してません。私は今そんなに太ってないのでまあいいかなと。まあでも私の好みはあれですよ、細身の方なので、まあぜひ皆さんはダイエットしてください自分はもういいです。なんか逆にさ、細いって言われるのがあんま好きじゃなくて、リーナはあんま細いっていうのはさ、褒め言葉だと思ってなくて、まあでも自分が細いって使うときはね、褒め言葉で使うんだけどさ、相手から言われるのは褒め言葉ってあんま思ってなくて、だからまあリーナは食べますバームクーヘン食べなくなったのでちょっと買ってきていい？食べたくなった、いいんじゃないどこのバームクーヘンですか？一応伏せときます。ご飯別腹。いや違う、ご飯違いますよ、逆じゃないですか。自分は標準体重、標準でも標準体重ってちょっと重くされてない？だいぶリーナあれより、あれすごくない？リーナの身長 ×2 ぐらい、めっちゃいい、めっちゃいいです。いいっていうかすごい、本当にすごかったあの時のリーナ。ということでちょっと待って歌おうとしてたけどさ、まだ 1% だ、無理だ。せながらでも歌いますアカペラでしか歌えん、まだ 1% なんでね、ギリギリをずっとさまよってるんだよリーナ。
これは無理だ、こんなギリギリな状態にイヤホンに変えられないわ。今日の晩ご飯はかぼちゃカレー、いいな、美味しそう。止まった、止めました。痩せるの無理です。なんでですか。バームクーヘンはどこのお店、一応捨てときます。細身が好みとか死刑宣告ですがな。なんでですか。頑張ればできますよ。覚えてる限りね、覚えてる限りね。 1% なら途中で切れるな。え、でもさ、充電してるよ。充電してるのに途中で切れることある。ということで、いくよ。みんな劇場でも聞けるんだけどね。トゥ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 。あれ、リナ歌おうとしてたのすねながらじゃなくない。強きものよじゃん。強きものを歌います。え、でも全く覚えてないわリナ。強きものよ真の勇者よ一人で。わかんない、わかんないです。すねながらだ、やっぱすねながらです。無理でした。もう忘れちゃった、1年前とかだもんな。初見さん自己紹介して。はい、 SK48 自力研究生のりーちゃんこと杉本りーなです。14歳の中学3年生、9月20日生まれです。大型乙女座、好きな動物はワンちゃんとウサちゃんです。サイリムカラーは赤ピンク白色の3色、ピンクが好きだからです。フォロー、コメント、そして本日6時から始まった生誕グッズ、T シャツ、キーホルダー、トートバッグが発売されております。とても普段使いしやすいシンプルなデザインで、まあ、色も白色と黒なので、まあ、着やすいと思います。まあ、予備とかもいろいろ必要だと思うので、ぜひたくさんお買い求めになってください。よろしくお願いします。お願いします。自分ももたんさんの親戚、本当ですか。これって読んで OK なんですか。これ親戚さんなんですか。半信半疑な私がいるんですけど。そうなんですね。まあ親戚だろうが親戚じゃなかろうがね、あれですね、もう私にとっては知らない人なので、まあ、これから私のファンになってください。これからは知ってる人になってください。あ、そうか、歌わなきゃいけないのと、強気もね、わかんないですね、ながらに変更で1サビだけね、1サビ1ワンコーラスだけね。あー、もうやだ、前髪、本当だよ、本当なのは本当なんですか。何歳ですか、失礼だけど、どういう関係の親戚なんですか。あんま深く聞きすぎるとモータンさんのプライベートがない気がする。でも親戚って自分で親戚って言うか、本当の親戚だったらあんまり言わない方がいいと思いますよ。ももたんさんの許可を得て親戚って言ってるならいいかもしれないけど、ももたんさんも今は一般人じゃないですか。一応ね、普通の JK じゃないですか。だから普通のね、学校生活楽しんでる JK がね、親戚って言ってどうするんですかってなっちゃうし、まあ、本当の親戚だったら私以外にはあんま言わない方がいいと思いますよ。ってことだけは言っときますね。40歳ってことは、ももたんさんの両親の年齢知らんから何とも言えんけど、お母さんかお父さんかの兄弟とかそういう感じかな、本当だったら。一応忠告はしておきますね。これで本当だったらすごく申し訳ないんだけど、桃田さんからの許可を得てたら
いいと思いますけどね。一般人のこのね、プライベートというか親戚って割とね近い話題じゃないですか。なんでまあまあ一つ言えるのはですね、あやばい時間ないかもしれん、まあいいや何の雨が降る？トゥトゥトゥルトゥ決戦？決戦？わかんない。ダイヤみたいなネオンが溶けてゆく、乗車拒否をされたタクシーに中指立てて八つ当たりをした、あってもっと濡れるだけ、未来なんて当てにならない、どうせあいつがあいつが未成年だって誰かがチクったんでしょう。ワイのすねながらレイにいない、生きることが、え待って忘れちゃった、伴奏とかなんもないと忘れちゃうな、レイにいないて、生きることが嫌になってくるわ、私頬が濡れているのは弱い自分支えようとしたせいよ。あ、トゥ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 、終わった。ワンコラスだけなんで、まあちょうどいい時間ですかね。終わりますね。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。スクショタイムしてないや、まあ私が勝手に考えますね。そしてスクショタイム。とりあえず読みますね。家族ありがとう。犬ポーズ。オッケー。兄ちゃん偉い、ありがとう。でもやっぱり大事なことじゃない、一般人のこのプライベートを守る。まあ一般人じゃなくてもね、変わんないけどね。でもしリーナが他の人のルームでなんか俺リーちゃんの親戚だよとか、親戚だったとしても親戚じゃなかったとしても自分だったら言われたくないかなとは思う。やっぱり近い話題だからさ、意外とねそういうとこってグレーゾーンなんですよね。まあでもね、本人からの何承認があるならいいと思いますけどね。全然、まあ、攻めるつもりはないんですけど私は、まあ、一応ねそうした方がいいんじゃないっていうだけです。鼻クリップポーズ言ってたね最初から。結構前にもやった気がするこれ。歌詞を探してきて、探したところでさ、アリーナないんで、スマホ2個あるけど1つ充電切れてるんで無理ですね。パチパチありがとう、こちらこそ。かわいい、ありがとう。歌を聴けたので明日からも頑張ります。頑張ってください、明日もかわいい。予言ありがとう。リナが最近ハマってる口角上げポーズ。オッケー。課金ポーズってなんだ。課金です、課金。マネーマネー、こんばんは。そうだな、あと何があるかな。七夕ということで、オッケー。織姫様ってなんとなく彦星様と会った時こんな感じだと思う。オッケー。
鼻クリップポーズと間違えて本物のスターすいません、しないけど、しないならよかったです鼻筋、何鼻筋ってわかんないです。最後に阻止オッケー、可愛い、ありがとう。ということで今日配信終わります。たくさん歌いました。天の川ポーズふん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 、オッケー変わってこんな感じじゃん。兄ちゃんは織姫様だから年に1回しか会いに行けない。リーナ織姫様じゃないですよ。ってことは私に愛人がいるってことですよ。いいんですか皆さん、織姫様じゃないです。変なのつけないでください。好きになっちゃったポーズ何回もやったんだけどな。はい、花の金曜日むずくねそれ。花です。可愛かった、ありがとう。会いに来てね、実物の方がマシだからまたね、またね、まとめはメールメールです。川ですよ川、なんちゅうアクティブな川早い方があれですよ、桃太郎が早く追いつける。今仕事が終わりました。9日のこと楽しみにしてます。楽しみにしててください。またねん、はい、ありがとう、こちらこそ。ということで今日は終わります。あ、生誕グッズ、生誕グッズ今日の18時から販売されましたので、皆さん私の T シャツとキーホルダーとトートバッグ3点セットでかける10ぐらいゲットしてくださいでも少なくとも3着と予備の1着は絶対必要で、博物館も絶対必要だと思うので、めっちゃくちゃ少なくとも5枚は絶対に必要だと思います。よろしくお願い。なんか歩いてたら雨の日にね、車を作りたいでしょ、私のね遺品私の遺品があるので、それも大事じゃないですかって思います。最低でもね、そのたくさん東京に持っていけん。え、でも薄っぺらいじゃん、ありがとう宿にコインランドリーついとるので。ついてんの？全部はついてないでしょ。でもそれにいちいちお金かけてるんだったらさ、買っちゃった方が早くない？着替えは必要そうだよ。その理論だと100着あっても足りなさそう、ね、足りないですね。遺品死ぬん、死ぬわけじゃないけどさ、あれじゃないですか、アイドルやめたらもうみんなの前からは消えるんですよ私。それはもう同じようなもんじゃないですか。だからみんなは私が辞めた時に、あの私の写真とともにあれですよ、その T シャツを飾るんですよ。博物館作ってください。先輩メンバーに送ろうかな、送ってきてくれ、来てくれるかな心配なんですけど、それは遠征全体受ける。いやでもさ、全体受けるっていうかさ、東京じゃんこっちだから、で逆に東京に住んでる人はこの日は泊まんなくていいけどさ、名古屋行った時は泊まんなきゃいけないじゃん。逆に名古屋に住んでる時は東京行った時泊まんなきゃいけないじゃん。だからどっちにしろさ、どっちかに住んでる人はさ結局遠征しなきゃいけないわけよ。生誕 T シャツすぐに襟元ちぎれちゃうから数年買ってない。すぐにちぎれちゃうんだったら予備をたくさん買うべきだと思いますけど。涙出てきた、そんなにそれはごめん、何も悪気なかった。私は送ったら先輩メンバーがあれ数儀にしてそう、来てくれなかったら結構リナ傷つくけど大丈夫かな。それでね、それは両方行く前提やん。え、両方行くでしょ、ファンなら行きますよ。どこでもドア使って日帰りする。どこでもドアなんて持ってるんですか。持ってたらぜひ私も欲しいですけどレッスン帰りね、ぜひどこでもドア欲しいんですけど、まあそんなもんないんで、
ちゃんとね現実に戻ってきてください。じゃあ終わります。またあれですね、メールに書くのでその時はよろしくお願いします。じゃあバイバイありがとうございました。じゃあまた明日はしないかもしれないけど。